どうもドズルです。はい、ということで今日もクラッシュロイヤルをお送りしていきたいと思います。私ね、5分後に家を出ないといけないというミッションがありますので、今日はかなり速報で素早くお送りしていきたいと思います。はい、ということでアップデ速報っていうか、コウモリさんがやってまいります。コウモリの群れ1回ね、発表があったんですが、プレイ動画はこれが初って感じかな。2コストでダメージとそしてヒットポイントはスケルトンと一緒なんですよね。空ユニットとして、スケルトンと唯一違うのが移動速度がとても速いなんです。なんでなんか2コストととても速いなんで、なんか空のゴブリンって感じた方がこう使い方としては合ってるのかなという気はするんですけれども、コウモリがリリースされます。で、先行としてこのコウモリドラフトチャレンジっていうのが明日の16時から開始されるということで、私ね、ちょっとこういったチャレンジ系は生放送でこうお送りしたいなと思っておりまして、明日多分生放送でこちらのコウモリチャレンジをゲットできるまで、まあ、寝れませんみたいな感じのね、生放送をやると思うので楽しみに待っていてください。12勝で500枚もらえるっぽいので、これ何カード？ノーマルカード？ノーマルですよね。ノーマルカードなんで、まあ、結構レベルも上がりやすいのかなと思います。まあ、今週末ね、アジアカップって言ってケンツメスさんとか雪旦那さんとかその未来さんとかクレープさんが出るあのアジアの代表たちが集まる大会とかもありますし、あと日本一決定戦のね、あの6月大会決勝も日曜日にありますので、またこの新カードがこう大会にね、参戦してくるのかっていうのも非常に楽しみなんですが、簡単にちょっとコウモリさんの性能について皆さんにお見せいたしましょう。どうだろう、誰かね、詳しい動画上げてくれるんじゃないかな。ちょっと私とですね、今からキヨキヨさん今日ね、私の家に泊まってるんですが今からちょっと一日撮影でですね、出ないといけないという急遽事情によりまして、あ、スケラ来た。スケラに対してのこうコウモリ、今コウモリ出したんですけど、しれっとスケラに対してのコウモリの役割は正直あんまりかなと思います。なぜならザップで一瞬でやられちゃいますし、ポイズンでもね、あの1秒も持たないので、まあ、そういったところでは本当にスケルトンの脆さですよね。逆に使い方としては、例えば相手のジャイアントとかに重ねていったりっていう使い方をすると、まあ、2コストで相手がこうザップとか使わざるを得なくなるので、あとローリングッドのね、あの使用頻度も減るんじゃないかなと個人的には思ってます。どれぐらいの使用頻度になるか分かんないですけどね。さあ、じゃあちょっとこれあの重ねるだけじゃね、全く性能がわからないので逆サイから出してみますね。まあ、逆サイから出したらもちろん一撃ずつでやられるので多分ダメージ入らないはず。入りませんね、全く入らないですね。あのゴブリンだったら単体で出してもタワーにダメージが入るんですが、まあこのコウモリさんは一撃でやられてしまうために全くダメージが入らないといった感じでございます。ちょっと分かりにくいなプレイ動画全然分かりにくいけど、まあ、使い方次第って感じはしますね。こうアイスゴーレムプラスコウモリで攻めていくとか、まあ、でもそれでも4コストかかるので、そこまで有効な攻めかって言われたらちょっと疑問ですけれども、またね、いろいろな使い方が見つかったら動画で紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでちょっとなんかすごいごめんなさい、バタバタしちゃった動画で申し訳ないんですけれども、コウモリチャレンジが来ますよっていうのと、コウモリがリリースされますよっていうお伝えの動画でございました。またね、ステータスとかは今発表してるんですけれども、有効な使い方が出たらこのチャンネルでまた動画としてお送りしていきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。はい、ということでなんかいつもよりこう力の抜いた動画になっちゃいましたが、こんな感じで終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。